どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ベルです。さあ、ということで今宵もやっていきます。 FGO のガチャ動画、 Here we go。 こんなすぐ引くことある？こんなすぐ引くことあるって感じだけど。さあ、ということでね、まあ前回、まあこのガチャ引きまして、まあダブルピックアップだったんだよね。それでネモ船長の方が出たんで、ゴッホちゃんはまたちょっと別の単体ピックアップの日にやるということで、まあただいま引いております。なんでまあ細かい説明とかはいらないでしょう。お、そう、前回これ出なかったんだよ、エチエチ霊槽。今回初めてゲットしましたね。やったぜ。これさ、あれらしいね、これオデュッセウスって俺言ったんだけど、これバーソロミューらしいっすね。はい、すいませんでした、申し訳ございません。で、これがね、今回のエチエチ霊槽。なんかさ、今回さ、ハロウィンイベントがなかったじゃないですか。で、そのハロウィンでいつもね、毎年こうエチエチ霊槽が恒例になってたんだけど、今年ハロウィンがなくて出せなかったから、それを取り戻すかのようなエチエチ霊槽ですね。いや、これ素晴らしいね、これめっちゃ好きだわ。今までの歴代の全霊槽の中でもこれ見た目すげえ好き。アーツ性能、ハッパーアップ、バスターハッパーアップ、クリティカル威力ハッパーアップ、 NP40 チャージか。まあ貫突でね50になるとはいえ、まああまり褒められた性能ではないというか、あんまりそんな率先して使えるほどかって言われたら微妙ですね。イラストレーター、これニピさんと読むんですかね。最高です、素敵です。さあ、ということでね、さあ狙うはゴッホちゃん。10連終わったところですか、行きましょう。いやー、今回のイベント楽しいね。結構やってますけど楽しい、おもろい。ゴッホちゃんがマジでもうやばいやつすぎて笑うね。僕この新キャラを出たその日、グロい新キャラをね、こう出たその日じゃない、その日にゲットしないっていうの初めてかもね。だからいつもだいたいこうストーリーとかよりも先に再臨とかで、あ、こんな感じになるんだっていうのを把握できてたんですけど、今回は逆パターン、ストーリーで先に再臨を知っちゃったっていう。さあ、これフォーリナー、おっと、これはもしかして、あー、まあそうかそうか、そうだそうだ焦ったわ。今回ダブルピックアップじゃないから出ないんだよね。ネモ船長出ないよね今回ね。出ないで合ってるよな、出るのかな、ちょっと後で一応召喚詳細見ようか。まあ多分出ないと思うけど、絶対出ねえよ、絶対出ない、絶対出ないと俺は断言しちゃうね。もう出たらよもやよもやで、穴があったら入りたいよ。さあ、結構回るぞ、フォーリナ。おっと、あれあれ、また40連で出た。お、なんだこれ、40連の男なのか俺は。サーヴァント・フォーリナ、見ての通りゴッホです。一緒に世界を塗り替えましょうね。なんちゃって。いやー、なんか本当にヤバい子なんだよね。あ、30連だ、今回30連で出ちゃったよ。おやおやおや、よもやよもやだ。さあ、バン・ゴッホということでね、まあプロフィールがキバドリ・リュウさんが書いてらっしゃいますね。ありがとうございます。前までね、フォーリナー、あれだよね、ユーユーと北斎とアビーちゃんはずっと同じ方が書いてましたよね。僕はあの人のね絵柄がすごい好きで、でまあフォーリナー全部あの人が担当するのかなって思ったら、結構最近ねフォーリナーの数も増えてきて、まあダブル X はまあ例外として、まあボイジャーとか、まあ今回のゴッホちゃんとか、まあどんどん新しいイラストレーターさんが参加してますね。ああ、まあでもまさかこのイラストレーターさんもね、自分がかのね絵画の巨匠であるゴッホの絵を描くとは思わなかっただろうね。もう人生でねそんなことはまあ思わなかっただろうね。さあ、で結局ねこのゴッホね、
ゲーム内では女性ですけど、まあソシャゲにおいてね、男性が女性になることってまあ多々あることですが、まあ結構 FGO はね、そこにこうストーリー性を持たせるというか、まあ意味合いがあったりするんで、まあちょっとね、このゴッホの正体もまあストーリー中では一個の大きな謎になってるよね。はい。でスキルなんですが、虚数美術、自身にガッツ状態を付与、呪い状態を付与、呪い状態を付与呪い状態を付与、まあ、NP を呪いの状態だけ増やすと。で、まあ、下の2つに関しては、もう多分みんなね、ストーリーとかでも使ってるし、まあ、あとはもう攻略サイトにガンガン載ってると思うんで、割愛しますが、まあ、使いやすいサバではないよね。独特。ひたすら呪い付与して、呪いを吸い取るみたいな。独特のサーバントだよね。で、ホーグも、卑弥呼とかと同じ、バフを付与するタイプの、まあ、どっちかというと、Q。クイックサポーターみたいな動きをするサバだったね。領域外の生命 A なんだね。狂気 C。狂気 C。道具作成 B。あ、いっぱい持ってんね。ひまわりの呪い。自身に呪いダメージを受けたときに HP を最低でも1残す状態を付与。呪いでは死なないと。で、ステーレンナフト。敵全体に恐怖状態を付与。この恐怖っていうデバフがな、若干微妙なんですよね。味方全体の攻撃力をアップ、クリティカル威力をアップ、味方全体のクリティカル威力をアップ、領域外の生命ね、フォーリナーね、自身に毎ターンスター獲得状態を付与。なるほど。これ、ゴッホちゃんのモチーフって何なんだろうね、フォーリナーとしての。ねえ、アビーだとヨグソトースとかさ、北斎だとクトゥルフとかありますけど、ゴッホは何のあれなんだろうね。外の神なんだろうね。さあ、ということでね、驚きの30連で出てしまいました。まあちょっとな、どうしようかな、ホーグ重ねようかどうか。まあ正直ね、ホーグの内容からしたら、まああんまり重ねる必要性はないんだけど、まあちょっと悩みどころですね。結局ね、こういう風にイベントで神引きをしてしまうと、概念レースが全然足りないと。イベントレースがめちゃめちゃ足りないんですけど、どうしようかな。まあ、とりあえず、まあ、一旦ね、動画ではここまでにしておいて、再臨。まあ、ちょっと素材あるか不安ですけどね。再臨させてみましょう。よーし、じゃあ最終再臨。行ってみようかどう。長き成長の果て、とうとう霊気は安定しました。こんな継ぎはぎの化け物を人類救済の友にせんとする奇特なマスター様、ずっと一緒です。ずっと一緒です。ご補助なんか途中ペテルギウスみたいになってましたけどね。一緒ですって言って。いやー、これ最終再臨あれですね。逆にこう、可愛い感じの初期に戻るっていう。ちょっとエモいね。これなんか今のセリフからするとやっぱ、あれなんですかね。まあゴッホじゃないんでしょうね。継ぎはぎだらけとか言ってたんで。なんか、まあ弁慶とかさ、FGO って結構そういうキャラいるじゃないですか。本人じゃなくて。まあなんか偽物というか、まあ名を語ってるとか、集合体がそうなってるみたいな。ネモ船長もある意味確かそうだったもんね、幻霊で。まあそういう系のやつなんでしょうね。はい、ということでですね、なんとなんとゴッホさん、まあ、前回のネモ船長よりも10連早い30連で出ていただきました。いやー、素晴らしいですね。 FGO なんか FGO 最近運いいね。やっぱこう、運がいいとこう気持ちよくゲームプレイできるからね、今後ともやってこうっていう気になるね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録と、なんで最後の最後つまずいたの？チャンネル登録とね、高評価の方、ポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。